現在パラグアイの中心部アスンシャンの観光に来てるんですが、こちらが南米で最初に一番最初にできた駅の跡地となっております。アキエプリメロプリメラエスタサンのアメリカドスということで、あの電車好きの僕にとってはね、非常にこの駅舎跡、そしてこの配線跡っていうか、テンション上がりますね。こんな感じで駅舎となっていて、線路がこういう風に通ってるのかもね、こちらに線路跡ですね。こんな感じで駅舎となっております。はい、パラグアイですね、まあ、昔は南米の中でも、まあ、結構進んでいた国だったそうです。なので最初に、まあ、イギリスが入っての駅を作ったりとか、まあ、電車が通ったそうです。しかしも戦争の影響などでですね、なかなか現在は難しい、まあ、その伸び悩んでいるといいますか、そういった状況になります。はい、以上、南米で一番最初の駅舎跡の様子でした。こんな感じですね。こんな感じとなっております。おしゃれなんですね、外観が残されています。ヨーロッパ風の、駅舎となっております。このような感じで、はい。